地元ごはん、いただきます。芋が春芽なんで、甘くて美味しいです。今生でも食べれますし、ここに今穂先があるじゃないですか。これが完全に開いてないいうこと、色鮮やかなやつとかね、このこれまあここの印は袴言うんですけど、これがまあ三角形するとかね、そんなん食べたら美味しいと思います。今日はアスパラのチヂミを作ります。下の半分をちょっと皮がこついので剥ぎます。卵を割り入れます。チキンコンソメを、塩コショウ、小麦粉、片栗粉を入れます。これを混ぜると生地ができます。アスパラギン酸とかね、栄養素が高いので疲労回復とかで、お子さんなんかも好きだと思うんですけど、いただきます。うん、これは美味しい。さすがにね、やっぱりアスパラ、味がしっかりしてて美味しいです。はい、皆さんもぜひ食べてください。いただきます。塩味がよく効いております。んでアスパラの美味しさもしっかり残って、これは子供が食べたら喜ぶと思います。大人が食べても美味しいです。地元を愛す、いいと、愛媛朝日テレビ。